はい、どうもおはようございます。詩人で講演家の中裕二です。よろしくお願いします。今日も運転しながらセミナー、ドライブセミナー恒例となりましたね、行ってまいります。今日は皆さんにぜひお願いしたことがありますので、よく聞いてください。車の運転中にですね、ブレーキランプが消えてるのは非常に目立ちます。そしてブレーキランプがですね、自分で消えてるというのが非常にわからない。これはちょっとね、あかんなと思いましたね。ですから車を運転する人にお願いしたいんです。自分の前の人のブレーキランプが消えていたら、それをサインを送ってください。そのサインを伝えます。まず自分の前を走っている車のブレーキランプが消えている場合、自分の車のまず室内灯をつけます。中の車内のあの電気ですね、室内灯をつけて耳と鼻を触ってください。野球のサインみたいな感じですね。耳と鼻をひたすら触ってください。耳と鼻を、これだけで前の人のあなたのブレーキランプが消えてますよというサインになります。これは僕は本気で世界中に広めたいと考えております。これによってブレーキランプが消えてる人が減る。これでみんなハッピーになれる。これはぜひ皆さんお願いします。一人でもいいんでシェア伝えてください。僕からのお願いでした。どうもありがとうございます。